はいどうも皆さんこんばんは。 BC セル所属 ADC 担当のビビロイヤルことフミヤチョと申します。よろしくお願いいたします。今日もですねユニフォームでやらせてもらってますということでですね、ですね今日はですねちょっとこれ取り直しがバレますね。ワイドリフトのですねパッチノート 3.1 が来たってことですね。その1の解説をやっていきたいなと思っております。今回はですね本当にすごいもう新要素だったりもう新キャラだったりもう調整がすんごいので本当に皆さん覚悟して今日は長くなりますよ、よろしくお願いいたしますっていうところでですね、はい。でまずですねここはまあはいそうです、はいそういうことですっていうところでですね、はい。まあ今後ねエレメンタルリフトっていうドラゴンの新たな仕様が今後追加されるかもしれないからちょっと横演習で新たなモデやりますよっていうことだと思います。まあちょっと自分も今読んでないのわかんないんですけど、はいね、はい。で、新キャラとしましてですね、カルマとシェン。あ、シェンってか、シェンね、が来ます。で、来ました。あ、もう来てます。来てます、来てます。っていうところでですね、まあ結構カルマはサポ運用として使われそうかなっていう、ちょっとミトとかはまだよくわかんないんですけど、まあ割といいかなってところで、シェンも、まあ俺と強いしっていうところ、ただまあトップレーンのやっぱモサたち、レネクトンとか、カミルとか、あの辺とどんだけやれるのかっていうのが自分もまだちょっとわかんない部分なんで、今後、ちょっと、ま、いろいろ分かったら追加で言えたらなと思ってますっていうところでですね。はい。はい。で、ランクシーズン5が始まりますよと。残り2日ですかね、残ってるのは。自分も頑張ってチャレンジあとちょっとなんでいきたいと思います。で、はい。で、バトルパスセナがありますよっていうところで、新たなゲームモードですね。最初に話したエレメンタルリフト。ドラゴンが、3体目のドラゴンがなんかソウルになりまして、それの感じで、マップが変わりますよーんっていうところで、その新たなモードが始まりますと。でも今後まあね、こういう感じになるかもしれない。ドラゴンが3体になって、3体じゃないな。3体取った方のソウルになってエルダーが出るみたいな感じになるかもしれないんで、まあ横演習としてはありかなと。まあこれちょっと、今日長いんでちょっと割愛させていただきますね。はい、で、スキンはブラッドムーン、シェン、カルマーとセナが来ますよっていうところで、レンニャー！レンニャーってほんまにレンニャーってのがあるんや。俺レンニアって呼んどったけど、レンニアなんやっていうことですね。はい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 。この辺は、はい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 って見て、すごいナイスってところで終わらせていきたいと思います。すいませんね。で、はい、チャンピオンのバランス調整ということで、足のダブリですね。ボレイの、ダメージがちょっと下がりますよというところでですね。まあまあまあ、確かにね、このマナムネ型、マナムネブラクリとか行った時の、まあ結構マナ、もうスキルヘイストもめちゃめちゃある時って、もう2、3秒で足のボレイが打ててたんですが、それがちょっと強すぎたということで、直されてます。まあ直しなくてよかったんじゃないかなと個人的には思っております。はい。でブリッツクランクはまあこれリワークになるんですかね。調整とリワークですかね。ほぼほぼオーバードライブ、これダブリですかね。足が速くなるやつがちょっと変わりますよと。今まで1回で足が速くなってたのに対してなんか再発動することができるようになると。1回目の発動は多分一緒ですかね。 1.5 秒かけて減衰すると。で、これがありますっていうところなんですけど、さらに1秒のクールダウン後に再起動することができてですね、でめっちゃ足速くなります、これ。2回押したらもうめっちゃ足速くなります。ただ、むちゃくちゃ遅くなります。そうですね、オーバードライブ終了後自分は行って、これ結構遅くなります。あ、これですか、99% か。これめっちゃ遅くなるんで気をつけてくださいね。で、これ弱くなってるんですよ、この体が。ボディが。ボディが弱くなってるんで、足速くなって、スン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 パーンって打ち上げるのはいいものの足遅くなるよっていうところで、まあ、ここの、まあ、弱くしてるのかなと、ここが強くなってるんでっていうところだと思います。まあ、試してみてください。で、フィオラですね。フィオラ。はい、まあ、ナーフ、Q がナーフですね。で、これどこに書いてあるんだっけな、ちょっと、後々触れるかもしれないですけど、なんかジャングラーが、スマイト、ちょっと先にこれ触れといた方がいいかなって思うんですけど、スマイトですね。あ、そうですね。このスマイトですね。この、なんですけど、10% 増加っていうのがなくなってるんですよ。これ、スキルダメージのみ増加ってなってて、で、この、基本的にジャングルって狩るのがもう遅くなるんですよね。これで 10% のに対して、このフィオラ、まあ今、が弱くなっちゃってるんで、このスキルのダメージが。なんで、ちょっと、まあ、ジャングル周回がより遅く、ちょっと遅くなっちゃうんじゃないかなと。1分25秒3ピャン、3キャンプができるのかどうかっていうところは、ちょっと、もうわかんないかなっていうところでですね。はい。ちょっと、フィオラは、ジャングル運用が厳しくなったかもしれませんということです。はい。で、次、ガリオですね。ガリオは、はい。そうですね。タンク系とか、
のサポートでも運用されてるってなった時の、あの英雄降臨のダメージがちょっと高すぎたよと。なんで、まあ、あのミッドの英雄降臨は強くするけど、ちょっとサポートのは弱くするよってことだと思います。ほいっす。まあでもまだ全然使えますね。でガレンはこれはいや結構やっちゃったねっていうところなんですけど、まあ、ナーフ前回前々回かなもされてたと思うんですけど、今回もだいぶナーフされてます。これ結構きついんじゃないかなっていうところで、ね、まあジャッジメントだったり、こう回るのですかね、回るやつがあの弱くなったよっていうところと、ウルトがもう結構下がってますね。また50、基本ダメージ50下がって、周りのダメージも下がって、で、もうよくわかんないですよね、減少の。0.7% ぐらい減りました。0.7%。敵の減少体力が3000だとしたら 0.7% は何歩ですか ?21 ですか、変わらないじゃないですかっていうところなんですけど、まあ、まあまあでも、基本的にめっちゃナーフされてます。基本ダメージも落ちてるんで、ナーフされてますねっていうところでです。はい。で、グブがバフというか、まあ、まあ、スマイトの先の 10% がなくなったっていうところもあるので、まあ、エンドライン、9ですかね。エンドラインってやつです。あれが 150% 当たるようになりましたと。まあ、なんで、グブは他のキャラクターと比べて、ジャングルクリープは遅くはなんないよっていう感じかもしれないですね。なんで、ジャングル運用での運用が強まったと思います。はい。よろしくお願いいたします。で、次、イレリアが、ちょっとバフしすぎじゃないお兄ちゃんってとこなんですよね、これ。ちょっとあの ADC からするとですね、あのイレリアとかあのよくわかんないやつらもうわーってやってくるやつらはな、もうバフしないでほしいんですけど、バフされてました。でアイオニアの列上言いたいやつですね。アイオニアの列上ありがとうございます。でこれが 8% から 15% が5から20になりましたよと。4スタックなんで、まあ5、10、15、20ですかね。元々が8、10、12、15とかあったんですかね、ちょっとわかんないですけど、が、まあ、5、10、15、20になったのかなと。で、あとこの9、シュンバーにしときます。が2秒短くなってます。クールダウン。だから、あの E とか、まあ E 当ててない、スタックつけてないやつに Q タップ打ってなくて、CD になっちゃったって時でも2秒短くなってるんで、これちょっと、だいぶ短いですね。まあスキルヘイスと込みでも、まあ 1.5 秒ぐらい短くなってるんですかね、全体的に、後半でも。なんで、割と Q 外してもいいっていうのは、ちょっとイレリア強くなりすぎじゃないですかっていうところです。はい。ジンです。ジンバフです。ジンバフありがとうございます。これちょっとね、強いかもね。まあ基本ステータスが下げられたってところで、まあでも別に ADC なんて殴られたらやられるんで、ダメージ上げてくれりゃ何でもいいってところはあるんですよ。っていう部分でですね、この銃の名はすいません。言い直します。この銃の名はささやきってことでですね、減少体力に応じた物理ダメージが 15% だったのが 15% プラス、そのチャンピオンレベル11で 25% が上限ってところでですね、まあドラゴン2個目とかですかね、で一番強くなるですかね、なんですけど、これは強いなと思いますね、シンプルに。はい。で、下の方でも言うんですけど、アイテムのストームレーザーがバフされたことによってですね、まあジンと非常に相性のいいアイテムなんですけど、まあなんかその2個が相まってジンは強いんじゃないかなという想定になってます。はい、強いです。想定じゃないです。はい。でマスターイもこれバフですね。ウージュの剣客が圧倒的になるように中心で、はい。はい。で、アルファストライク9ですね。9が、まあ、ここは一緒で、新効果としてですね、他に対象がいない場合、同じユニットを繰り返し攻撃し、2回目に攻撃が 25% 与えるっていうところでですね、これは9、1体だったらなんかスンってなってたのが、ちゃんとスンってなるやつですね。なるんで、だから、赤バフとかのジャングルクリープにもこれ適用されるんで、ジャングルカルの速くなります。なんか1分25秒3キャンプ余裕みたいな噂を聞いてます。で普通に1対1も強くなってるんで、結構マッサイ、まあ、マッサイって序盤弱いとかが原因だったと思うんですけど、これによってもしかしたら出てくるかなって、まあ、個人的には嫌なんで、まあ、強くなったらバンしようかなって考えてます。はい。でナミナーフですね。移動速度がまあ下がりましたよと。まあ多少ですね、多少のナーフです。気にしなくても別に使えると思います。でリベンのね、これね、バフはやめてほしいですよね、やっぱね。シールドがね、2秒になったのはちょっと、まあ、ハルブレイカーとかも出て、新たなアイテムで、トップのまたバチバチな1対1が行われる可能性が高くなったってところで、このリベンのバフは悪さしそうですと思います。はい。ね、死んじゃおですね。死んじゃおもバフです。ダメージがアップですね、基本的に。ダメージをクールダウン。で、まあなんか死んじゃおって、その競技シーンとか、ちょっとバフしたらすぐ出てきちゃうキャラらしいんで、
うん、チンジャオ増えるかもしれないですね。シンプルに強くなったんで。嫌ですね、これも。はい。野草か。野草めっちゃ強くなったと思います、これ。つむじ風の速度が速くなったっていうのと、射程が長くなってるんで、その連戦とかも結構つむじ風当てにくい、やっぱ遅いから。が、当てやすくなりますし、巻き込む対象の数も増えるしっていうので、野草だいぶバフだと思います、これは。はい。強くなりました。ではい、ゼドですね。ゼドの風なぎがナーフですと。で、まあ、野草じゃない、ゼドのフルコンボで、まあ、なんか、まあ、ウルトとか W 使って、E、Q、で、まあ、スキル返ってきた最後の E がナーフされましたよってとこ。まあ、フィニッシャーとしての、フィニッシュのスキルがちょっと弱くなったよってところですね。まあ、でもなんかまあ、別にワンコンボ自体は落ちてないと思うんで、まあ、その、まあ、それほど、まだ出るかなっていう感じはします。はい、ジグスもナーフなんですけど、まあこれ E の持続効果時間が3秒短くなったってところなんですけど、まああんま気にしてないからってみんな、ここ、10秒あるからここに置いとこうみたいな思うことないと思うんですよ。敵にスローかけたいなとか思った時に置くので、まあ気づいたらなくなってるもんだと思うんで、そんな変わらないなと思います。まあ URF はちょっとまあいいでしょう。ここはまあ飛ばします。で、ゲームプレイの変更でですね、アイテムブラッククリーバーのスキルヘイストが5短くなりましたと、まあこれもそんなに変わんないかなと、結局 HP 攻撃力スキルヘイスト、でも足が速くなるっていうその効果が強いんで、まだまだ強いかなと、20が20、25が20になったところで強いと思います。はい、で、デスダンスですね、デスダンスこれね、ちょっとね、評価が分かれるかなと、まあコントラバーシャルな調整かなと、ちょっとおしゃれに言ってみますよ。なんですけど、まあ HP だったのが物理防御力になりましたよと、であと回復もなくなりましたよと、あのバンピリズムがなくなってるんで、まあちょっと ADC とかで積むのはむずいかなと、まあ詰め手図とかですかね。まあ HP が結局確保できるキャラクターだったら物理防御力が上がるってのは強いので、まあ詰めるかなとも思うんですけど、そうですね、なんともいい、僕自身ちょっとなんとも言いにくい。まあ一応あとニューということでですね、スキルじゃない、パッシブが増えまして、まあ15秒かけ、あ、15秒じゃない、この被ダメージの 35% を3秒かけて確定ダメージを受けてたのが、これをキルかアシストを奪うとこれなくなって、で 15% を2秒かけて回復するんで、まあだから本当に HP 詰めるファイターとかに積んだら、なんかあのギリギリのファイトとかめっちゃ強いっすよね。こういうのギリギリの33とかのギリギリの集団戦とか、それこそリベンとか、まあ HP もブラクリで詰めてますっていうキャラとかで積んどくと、まあダメージも抑えられるし回復もできるっていうところで、そうですね、なかなかまあ強い、まあ弱さもあり強さもあるって感じですかね。だから本当にバフナーフっていうよりはどっちかっていうと、じゃあ本当アイテム調整なんですかねっていう感じに見えますね。ただまあ僕ドレイブンとかで積んでたんですけど、もうそれはないなと思います。もう積まないっす、積むことはないなと思います。はい。でデッドマンの足が、まあ足がちょっと遅くなりますっていうところで、まあそんなに、まあ多少っすかね、気づけるか気づけないかぐらいだと思います。はい。でもう一個は新アイテムです。もう一個、あ、今からか、これ新アイテムですね。ディバインスタンダーで、まあ、トリニーフォーティーフォーストの代替となる新アイテムでありっていうことでですね、まあ、新派生アイテムです。なんで、新の能力なんで、あの、トリニティーフォーストかと、このパッシブ、追撃の部分は、はい、意味ないです。あの、重複しませんっていうところなんですけど、ほい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 。まあまあ、そうですね、トリニティーフォーストより、まあ、体力もらえるよっていうところですね。まあ、スキルヘイストとか、攻撃力とか同じだと思うんですけど、体力はこっちが多いですよっていうところで、値段もちょっと安いのかな。3500円とかだった気がするんで、トリニティフォースよりちょっと安い。まあ、ただ、派生が、これ、新ジャリウムフィスト、キンドルジェムなんで、剣が入ってないんですよね。体力アイテム、体力アイテムなんで。まあ、なんで、ちょっと買いにくさはありますよね。初手に積むとするのであれば。なんで、もう、これ積むのって、まあ、ADC だと、まあ、エズだと思うんですよ。本家ディバインサンダーは積むんで。なんですけど、まあ、2手目なのかなと。やっぱまあ2手目に積んで強いアイテムかなと思います。まあで、マナムネ行って、ディバインサンダラ行って、で、マナムネ完成タイミング、マナムネがムラマナになるタイミングぐらいで、多分このディバインが入ると思うんで、まあそこがパワースパイクになるかなと思います。で、一応、スキルの効果、すいません、ここ見てませんでしたね。で、スキル使用後10秒以内に行う次の通常攻撃が最大の、対象の最大体力の、まあ、10%か7%ですよ、と。
で、はいはい、基本ダメ、基本攻撃の 125% 与え、はい、っていうことですね。ジャングルにも、モンスターにも適用されるよと。で、プラスですね、最初の最大体力の 7% か 3% 回復できる。はい。まあ、なんで割と、本当にトリフォに変わって詰めるアイテムなのかなと思います。まあ自分が ADC なんで積むとしたら本当にエズリアルぐらいかなと思います。はい、次、フィンブルウィンター。フィンブルウィンターですね。これもバフです。めちゃめちゃバフですね、これ。まあスキルヘイストがまあ強くなりましたよっていうのと、何ですかね、ここが、これが変わったのかな？最大マナの 1% にあるスキルヘイストでマナを回復するっていうのが最大 8% の体力を獲得し、じゃあ1500とかだと120。まあ200、2000とかだと260ぐらいはもらえると。で、まあマナも回復しますよと。で、フローズンブロッサム。で、これは、もともとがシールドが、あ、まあシールドの量が変わったって感じですかね。移動不能効果またはスローになって、で、そうですね、マナの3、マナを消費して3秒間シールドだったのが、現在マナの 3% を消費して3秒間シールド。で、そのシールド量が、ちょっと変わりましたよと。うん、うん、うん。ああ、周囲の一体あたりだったのが変わったって感じですかね。はいはいはい。シールド100から200。現在マナのプラス5、まあ、プラス 5% と。ああ、で、なるほど。周囲に敵チャンポンが1体以上いた場合は 80%。おー、なるほど。めっちゃ、でも、めっちゃもらえるっすね。これ、8秒に1回、200以上 ?2、300の。まあ、80% 増加するから、300、400ぐらいのシールドもらえるよっていうところで、まあ、フィンブルウィンター積むのって、まあ、ナサスぐらいだったのかなと。まあ、でもこれで、あれですかね、真珠状とかに積んだら強いアイテムになるのかなと思います。なんで、真珠堂でタンク積むときにフィンブルインターありかなと思います。はい。で、ヘクステックメガドライブが、これ効果バフですね。で、このバフなんですけど、まあ、敵チャンピオンに移動不能効果を与えると自身の高圧を効果アイテムの 15% 短縮が、これ、複数に当たった場合、まあ、複数回発動するよっていう風になってましてですね。後で、動画も撮ってるんで、これちょっと面白いとこ見せたいと思います。はい、まあ積むとしたら背中かな、自分が積むとするんだったら。まあ積まないと思いますけど、まあはい。で、ハルブレイカーですね。まあこれスプリットプッシャーを強くするアイテムですね、基本的に。で、まあ3000、まあ派生もいいですね。 BF からジャリウムで攻撃力55、体力300もらえるっていうのと、で、でこれ挑戦部隊ですね。1200ユニット以内に、1200ユニットでいうとどんぐらいだったかな、なんか長めのスキルと一緒ぐらいなんだよね。ちょっとわからんわ。うわー、これ、これも確か経験値もらえる範囲ぐらいかな。忘れちゃったっすけど。ちょっとすいません、ここコメント欄ちょっとわかる方お願いします。なんかのスキルと一緒なんだよな、1200人にとって。忘れてた。まあまあまあ。いない場合は物理防御と魔法防御が上がりますよと。で、建造物に 20% の追加ダメージ。で、周囲の味方の砲台ミニオンとスーパーミニオンは、物理防御と魔法防御が増加し、サイズが 10% 増加し、もうこれマジでスプリットプッシュうざいっすね。もうだからこれジャックスとかに積むともうマジ最悪っすね。もうただでさえ早いのに、もうボギボギ行くよ、という感じになってます。しんどいっすね。で、はい、次、ソラリチャージブレードのこれはアイテム調整ですかね。はい。スキルを使用すると最大重力のレディアンスを獲得し、クリティカル率が 25% 増加するっていうのが、まあ、クリティカル率がなくなった。まあ、ダメージのみになったって感じですかね。で、クリティカルになった攻撃は、ここは下に書いてますかね。で、ここがバフされたって感じですかね。24から52。まあ、チャンピオンレベル ×2 の追加魔法ダメージを与える、が、24から52が33から75。で、プラス30、プラス、おー。まあ、なんで、ピン刺しソラリチャージブレードが弱くなってよって感じだと思います。普通に、まあ、ADC とかのクリティカルアイテムを積むキャラクターに対しての調整かなというふうに思います。はい。まあ、どうすかね。まあ、ただ、今までのソラチャーの強さってやっぱ、この、クリティカル率が1個で50だったんで、ちょっとこれは、今まで積んでたキャラクター、ルシアンとか、ザヤとかも積んでましたかね。あの辺とか、
まあちょっとどうするかっていうのはちょっと要相談な部分があるんで、ちょっとまあ後々自分も配信とかやってるんで、そこで聞いてもらえたらなと思います。はい。でストームレーザーバフですね。これもうめちゃめちゃバフですよ。もう派生が今までうんこだったんですよね。そう、アジリティクロークとあれだったんですよね、AS のアイテムだったのが、BF ソードに切り替わってくれたので、まあ、初手に非常に積みやすいアイテムになりました。今までだって初手で積もうとすると、クリティカルアイテムか AS を積まないといけなかったのが、まあ、ソード積んで BF ソードっていう派生になって、で、BF ソードできたタイミングっていうのもシンプルに強いんで、そうですね、これはめちゃめちゃ積みやすくなったっていうので、まあ、初手アイテムとしての可能性が高まりました。で、あとはですね、まあ、200ゴールドちょっと高くなった代わりにですね、攻撃力が上がりましたと。なんで、これ、まあ、初手アイテムに本当にいいかなと思います。だから、ジンとかで積むと、これ、ジンって攻撃速度が 20% がそのまま攻撃力になるんで、なんか攻撃力60のクリティカル25になるんで、めっちゃ強いですね。で、殴りやすくなるし。はい、だから、ジンとか、ケイトリンとかに相性がいいアイテムかなと思います。まあ、その辺の使用感とかも、まあ、ちょっとまだ今日はわかんないんです、ちょっと何回かしかできてないんで、今後の配信とかで聞いてもらえればなと思います。はい。で、ヨウムの烈剣は、デッドマンと一緒で銃短くなりましたよ、と。で、はい。イグゾーストがバフです。サモナースペル。イグゾーストがバフです。イグゾーストは足めちゃめちゃ遅くなります、と。で、クールダウンもちょっと短くなります。で、ヒールが強くなります、さらに。だからヒール、イグゾーを ADC が持って、まあ、ヒールをサポに持ってもらうってことも増えるかなと思います。スロー効果60あるんで、相手のファイターとかにかければ、生存確率もグッと上がると思うんで、そういう感じになるかなと今後は思います。ね、ヒールが新しく追加されました。近くにいる最も減少体力が大きい味方チャンピオンに対しては効果が 100% 増加になったので、まあ、サポに積んでもらって、ADC が死にかけた時に積んでやってもらえればいいかなと。まあ、ヒールイグナイトでもワンチャンね、ADC がイグナイト持ってもええんちゃうんかいと思いますけど。あ、でまだ、イグナイトがナーフですね。序盤ダメージは上がったものの、後半ダメージが下がりましたよと。うん。で、クールタイムも。まあそうっすね。他と同じぐらいにしてくれるのはありがたいですね。イグナイトだけ早かったんで。はい、って感じです。あ、で、あとスマイト。そうっすね。最初にちょっと触れましたけど、ジャングルを、そうっすね。クリップ速度低下させて、ミニオンペナルティも1分延長してってところ。あー、なんか4分ぐらいまででしたっけ？なんか、その辺までペナルティあったのが、さらに長くなったよと。だからレーンに出んなよってことですね、スマイト持ったやつが。うん。で、あー、こんな感じですね。はい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 。あ、5分だったのが6分だったって感じですね。で、ドラゴンの挑戦も入りましたよと。まあ、これはドラゴンバフが強かったから、ドラゴンでみんな集まっちゃうのやめないかってことっすかね。うん。マウンテンドラゴンが、6% の耐久値が 5%、1% 減った。まあ、これ、まあ、1% ってな、なんかさすがにと思いますよね。だって3000積んでて、3000積んでですよ。3000の最大体力あるやつで 1% で30しか変わんないんですよ。どうなんすかね。まあ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 、変わるのかもしれないですけど。で、クラウドが、まあ 5%、またこれも下がりましたよと。で、バンプも 1% 下がります。まあ 1% ずつ下がった感じで、まあ大して変わんないと思います。はい。で、ドラゴンが、各バフ効果が、50から100になる。おー、めっちゃ強くなるじゃないですか。もうインファとかだから 10%。 あ、そうか、これが下がってるから上げたって感じですかね。おっと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 、ちょっとポキポキやめてくださいね。ポキポキやめてください。はい。で、エルダーインファが、エルダーの場合のダメージが、はい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 、はい、ちょっとだけ下がってるって感じですかね。ちょっと下がったって感じですね。なるほど、ドラゴンがだから弱くなったって感じですかね。なるほど。で、バロンナッシャーは2つの問題を抱えています。あ、HP が増えて、ダメージ、アシッドショット吹くすか似合わないな。強すぎた？ん？ほうほうほう。
まあ、痛すぎたってことですかね。だからなんか少人数でやるのが痛すぎたけど、まあできるようにするよって感じなんですかね。まあむずいっすね。ポキポキやめてほしいっすね、ちょっと。ポキポキやめときまーす。はい。あ、で、タワーゴールドの破壊も、はい、システムの変更であり、入ってます。で、タワーゴールドの破壊なんですけど、これ、破壊したタワーゴールドが増えますと。はい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 。と、グローバルゴールドが減るか割る、減る。あれ、これラストヒット取ったキャラクターのとかなかったかな。ラストヒットはないのか。あ、じゃあタワープレートのお話じゃないか、これは。タワーゴールドがシンプルに。あれ、やっぱタワーを破壊したチャンピオンに付与ってあるんで、破壊しないといけないですね。だから ADC ちゃんと破壊させてあげてください。お金欲しいんで。で、グローバルゴールドが下がったって感じ。なるほどね。了解しました。かわいい。で、サモンのスペルが自動的にスマイトに変更される。これだからジャングラー交換できないってことっすよね。悲しいっすね。ジャングラーだけもう固定になりましたって感じなんですかね。わかんないですけど。って感じになります。以上ですかね。長かったっすね。疲れました。であんまり、なんか、言えてないこともあるかもしれないので、すいません。まあ、また、ね、ご意見ありましたら、コメントでよろしくお願いいたします。暗記よければ、これからも続けていきますので、はい、感じです。では、また、配信とかも来てくださいね。バイバイ。